皆さんこんにちは。富山労災病院リウマチ膠原病内科の小野瀬です。今年度からリウマチ専門医である私はリウマチ膠原病内科という診療科で常勤することになりました。そこで膠原病とは何かということも交えてリウマチ膠原病内科についてご紹介します。そもそも膠原病とは何でしょうか。これは自分の免疫が自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患の総称です。よく間違えられるのですが、登山中に起こる高山病とは全く別の病気です。代表的なものが関節リウマチです。当科の患者さんも半分以上が関節リウマチの患者さんです。その他にもここに書ききれないほどの多種多様な疾患を取り扱っています。あまりにも多種多様ですので、本日は最も多い関節リウマチに絞ってお話をします。関節リウマチは関節が腫れる、こわばる、痛いといった症状で発症し、進行するとご覧のように徐々に関節そして骨が破壊され元に戻らなくなってしまいます。そのためこの画像でいうグレード1、つまり骨の破壊が始まる前の段階で早期発見そして早期治療することが非常に重要となります。そこで私の赴任に合わせ関節リウマチ診療に重要な関節超音波検査用の機材を導入いたしました。その機械を今日皆さんにご覧いただこうと持ってまいりました。それがこの機械です。私はリウマチ専門医資格のほかに関節超音波診療の経験を一定以上積んでいることを証明する日本リウマチ学会登録ソノグラファーにも登録されています。この関節超音波検査を用いることで従来では診断困難だった早期病変を補足することができるようになりました。さらに新しく開始した薬剤の治療効果を判定するときなどにはその前後で超音波画像を比較し治療効果を客観的に評価することができるようになります。特にこの検査のいいところは機械の設定を入れても 2,3 分程度で終わる非常に簡単な検査だということです。診察室でその場でパパッとできますし、何と言っても痛くないので安心して受けていただくことができます。最後に専門医が常勤することで何が変わるのかをお伝えします。一番大きな変化はやはり入院治療ができるようになることでしょう。膠原病の治療には短期入院を定期的に繰り返すものがあります。短期とはいえ専門的な入院治療ですので、これまでは大学病院をはじめとした連携病院に対応を依頼していました。しかしこれからは当院で行えるよう今まさに体制を整えているところです。その他にも外来での治療中に薬の副作用が出たり、初めて受診したその日にすぐさま治療を始めなければならないような場合でも迅速に対応できるようになります。以上、簡単ではありますがリウマチ膠原病内科についてご紹介いたしました。私が所属する富山大学第一内科のリウマチ膠原病グループではリウマチ膠原病疾患に対し精度の高い診断と的確な治療管理ができる医師を養成し、関連病院へ専門医などを送り出しております。ご縁がありここ富山労災病院へ赴任してまいりましたが、新川地区で唯一のリウマチ専門の常勤内科医師として地域の皆様のお役に立てていただければ大変嬉しく思います。リウマチや膠原病でお悩みの方、心配な方はぜひ当科まで遠慮なくご相談ください。